どうも、石川です。今回は、令和4年3月、登録販売者試験作成に関する手引きの改訂が行われました。ここのことについてですね、今日は概要をまとめていこうかなと思っておりますので、ぜひぜひですね、皆さん最後までお付き合いいただきたいなと思います。よろしいでしょうか？いやー、もうね、いつ改訂されるんだろう、いつ改訂されるんだろうという噂がいろいろ出ておりました。いやー、今回はですね、と、今年はないのに、ないと思ってたのに、というところで改訂されたんだ、っていうところですね、ちょっと衝撃を受けたんですけど、そして内容もちょっといろいろ見させていただきました。いやー、皆さんね、どうですか？見られた方は、それから見られてない方は、見られてない方はですね、下の概要欄のところに、こうちょっと、リンク貼っておきますので、ぜひぜひそちらでご覧いただきたいなと思います。そして、その改訂されたところ、こういろいろ見ていくと、いやー、ここ改訂されたのか、ここ追加されたのか、これ削除されたのか、というのがいろいろあります。で、まあ、今回ね、そこの概要をちょっとまとめてみましたので、ぜひぜひですね、これスクショしていただいても大丈夫ですよ。あとはですね、ぜひぜひ、ここ、内容ちょっといろいろポイント絞っておりますので、このあたりですね、いろいろ確認していただきたいなと思います。よろしいでしょうか？では行きましょう。それでは、第1章に関するところです。まず、今回の第1章から第5章の中で、第1章が一番多く内容が追加されたなと、私は思います。そして、その中で、まず、大きく4つに絞って、丸ポチ4つありますよね。4つにちょっと絞っていきました。もちろんこれ以外にもですね、細かいのちらほら入ってきてるんですけど、大きくはこの4つです。その中で、まずは一番最初、1つ目、健康食品です。健康食品に関してはですね、今までもこの第1章、健康食品に関することが含まれておりました。そして多くはですね、第4章のところに詳細が書かれていたんですけど、今回はですね、この第1章のところにもその詳細がもう少し、まとめられて、そして少し分かりやすく書かれるようになっておりますので、なので、この第1章のところの健康食品が少しボリュームが増したんだなと思っていただくと良いかと思います。ということで、近年ですね、健康食品に関する、こう問題だったりとか、あとは、実際の現場のところでも利用は増えておりますので、ぜひぜひこのあたりしっかりと確認していきましょう。それからその次行きましょう。今度は地域包括ケアシステム、それからセルフメディケーション税制というもの、このあたりの言葉がですね、追加されるようになりました。特にこれ、意味は何ですかという、こう、細かいところまでではなく、この言葉が追加されるようになりましたので、あれ、聞いたことないなという方は、ぜひぜひ、調べていただければいいかなと思いますし、あとは、私の方でもですね、今回の動画ではですね、ちょっと説明はできないんですけど、また別の動画のところで、この手引きの改訂に関するところですね、こう、詳しく説明する回も設けていきたいなと思いますので、ぜひぜひそちらでも楽しみにしていただきたいなと思います。ちょっとね、時間かかりますので、ごめんなさいね。少し時間空きますから、よろしくお願いします。はい。それで、あとはその次、小児に関するところ。小児もですね、今まで、乳児、それから幼児、そして小児のそれぞれ年齢は何歳ですかとかっていうのがありましたよね。そう、そこのところに、ここ、新生児というのが追加されるようになったんですよ。新生児。そうなんですよ。で、それだけじゃなくて、もう少しですね、その、小児だったりとか、それから、乳児だったりとか幼児、そこのところがですね、もう少し年齢の区分が、厳密に、決められるようになりましたので、そのあたりもですね、多分今後の試験に、活かされるかなと思います。はい。ということで、まずはそんな小児のところですね。特に私、ここを、注目しといていただきたいなというところの一つになります。はい。それからその次、ここも注目しといてほしいんですね。何かというと、C 型肝炎訴訟。訴訟。そう。今まで訴訟に関する、問題がですね、ありましたよね。そう。全部で4種類の訴訟があったと思うんですけど、そこに、もう一つ、5個目ですね、追加されるようになりました。そう。なので、この C 型肝炎訴訟に関するところはですね、試験にも絶対出てくんじゃないかなっていうところが予想が晴れますので、ぜひぜひですね、皆さん、ここの子しっかりと勉強していきましょうね。いいですかね。はい。では次行きましょう。今度は第2章です。第2章はですね、本当に軽微なところです。ただ、この神経と出ているところですね。神経に関しては、例えば、いろいろありましたよね。脳とか脊髄とか、あとは中枢神経とか末梢神経とかあったじゃないですか。で、そんな神経のところでもう少しこう神経の、こう構造とか、
あとは、神経繊維とか、そういうところに少し、踏み込むような内容が、含まれております。なので、ここもですね、こう、なかなかこう、顕微鏡とかで見ていかないと、神経ってこうね、わからないものなんですけど、そういうようなものがですね、もう少し言葉が追加されましたので、ぜひぜひ神経のところもう少し詳しく勉強して、頑張っていただきたいと思います。そして、緑内障です。緑内障に関しては、もう少しですね、こう、細かい分類分けがあるんですよ。で、今回は、閉塞隅角緑内障というところの内容が追加されるようになりました。この点はですね、結構こう、隅角という言葉、なんだろうと。それから、閉塞隅角緑内障、なんだろうというところで、このあたりもう少し勉強を詳しくやっていただく必要がありますので、なので、ここについてはですね、ぜひぜひ、そのあたりのですね、言葉、インターネットで調べていただきまして、そして、あ、そういうことなんだなというところですね、ご自身のものにしていただきたいなと思います。では次行きましょう。今度は第3章です。第3章に関しては、ちょっと成分いっぱい書きまして、うわーってなりますよね。安心してくださいというのもあれなんですけど、まず、こちらに関しては、削除されました。消えました。そう。セミアルカリプロテナーゼブロメライン。これ、風邪薬のところの最初のところに、抗炎症成分で出てくる内容なんですけど、この2つなくなりました。そうなんですよ。それからあとは、リゾチーム塩酸。これもなくなっちゃいました。おーって感じなんですね。それから、カサントラノールですね。カナンってなってますね。ごめんなさい。カサントラノール。こちらもですね、これ下剤で使われるようなものなんですけど、これも、なくなってきております。そうなんですよ。それからあとは、マーキュロクラム。これもですね、マーキュロクラム、もう商品なくなっちゃったんですよ。そう。なので、これもなくなったというところもそうですし、あとは、ブヘキサマク。これも、何年か前から、販売が中止されておりますので、そういったところが削除されたので、まあ、やっとかっていう感じはするんですけど、まずこのあたり、もう覚えなくていいので、よかったですね。ただ、過去問やる際に、このあたりは触れておりますから、なので、過去問やる際に、あ、そうだ、これなくなったなっていうところですね、ぜひぜひ、確認しておいていただきたいなとは思います。そして、新たに加わったもの。新しく加わったものですね。シーンと書かせていただきます。新たに加わったものとしては、サリチル酸ナトリウム。なんかサリチル酸聞いたことありますよね。そう。サリチル酸って、これ、サリチル酸ナトリウムって解熱鎮痛成分なんですよ。このあたりですね、ちょっと、こう、注意事項とかも加えられて確認しなくちゃいけないので、ここを覚えておいてくださいね。そして、イカリジン。イカリジンなんですけど、これはですね、危機成分。今まで D としかなかったのが、このイカリジンが加えられるようになりました。ま、もう現場ではね、イカリジンが配合されているので、そういった意味ではね、はい、付け加わるようになりましたので、これも覚えていきましょう。それから、エピナスチン、フェキソフェナジン、それから、ロラタジン、この3つですね。この3つは、抗ヒスタミン成分です。そう、今、抗ヒスタミン成分が、巷にいろんな種類が出てきております。なので、スイッチ OTC 化のものもですね、どんどんありますし、それがですね、スイッチ OTC 化されたものが今2類に変わってきているようなものとかもありますから、だからそういった意味では、ここをしっかりと覚えていく必要があります。なので、試験にも狙われてくるんじゃないかなと思いますので、皆さんね、このあたり、頑張っていきましょうね。はい。ということで、第3章は大きくこういったところです。もちろんこれ以外にも細かいのありますよ。例えば漢方薬のところですね。ちょっとこう、表現が今ちょっと変わったりとか、そうですね。あとは、そうですね。今まで統合されたものがちょっと分類分けされるようなものとかもちょっとあったりするんですけど、特に大きなポイントは消えたものはどれだろうと、そして追加された新しく出てきたものはどれだろうというところですね。ぜひ確認しておきましょう。はい。そして、今度は第4章に関するところです。第4章は、大きく3つですね。まず1つ目のところでは、この薬局って書いてありますよね。そう。薬局に関してはですね、いろいろあります。例えばですね、地域、地域連携薬局ですね。そういった言葉とかがですね、追加されるようになりまして、それに関する、説明も加えられるようになっておりますから、そういった薬局に関するところ、特に注意していただきたいと思います。そして、この管理者。
管理者に関しては、これですね、管理者、例えば店舗管理者になるためには、条件満たさないといけないのがあったじゃないですか。そこがもう少し詳しく書かれるようになりました。実は数年前にそのあたりもですね、詳しくこう、決められたものがあって、それがですね、まだ反映されてなかったので、追加されるようになっておりますから、ぜひぜひこのあたりしっかりと確認しておきましょう。そして、違反広告ですね。違反広告に関してもですね、こう、ちょっと今まであったものがですね、さらにより、追加される言葉が入っておりますので、ぜひぜひ、そんなところを確認しておいていただくと良いかと思います。はい、ということで、大きくは3つ。まあ、これ以外にもありますよ。これ以外にもありますけど、ぜひぜひ、この4つですね、4つ、ごめんなさい、3つですね。3つ確認しておきましょう。それでは、その次、第5章のところです。5章に関してもこれも何個かあるんですけど、特にここ注目しておいていただきたいのは医療用医薬品の添付文書なんですけど、例えば一般用医薬品の添付文書は箱を開けると添付文書入ってたりとかということがありました。で、医療用医薬品はその添付文書を入れるの、紙入れるのやめましょうというのが決まったんですよ。そうで、その代わりですね、例えば、なんですかね、インターネットとかで検索できるようなシステムが出ておりますので、なのでスマートフォンで読み取ったりとかそういうことができるようになってるんですよ。で、ただ、一般用医薬品とか、市販薬に関してはですね、そういったところを読み取ってくださいとかだと、ちょっと利便性が悪くなるので、一般用医薬品、市販薬は変わりませんよとかっていうのが書かれるようになっておりますので、そのあたりの説明が、加えられております。なので、第5章はですね、そういったところ、ぜひぜひ、あとは第5章の別表とか、あとは第4章の別表とか、そういったところもちょっと変わってたりするんですけど、そのあたりはそんなに多く、気にする必要はないかなと思うので、まずは、このあたりでですね、しっかりと概要まず全体掴んでいただいて、よし、じゃあここに注視していこうとか、そういうところをバランスよく決めていただきたいと思います。はい、ということで、今回こういったところがですね、概要となっておりまして、この点がですね、登録販売者の試験、今年の令和4年にですね、の試験の内容に、これ含まれてきますから、まだ出てないですけど、毎年そのような、毎年というか、例年ですね、そういったところで、もう改定されたところは、その年にですね、試験、含まれるようになりますので、なので、この令和4年ですね、令和4年の試験から、この内容が含まれますので、ぜひぜひしっかりと覚えていきましょう。そして、ただですね、この中から実際に、試験に出てくるのはそんなに多くないですよ。そんなに多くないです。大体平均して2問から3問ぐらいだと私は思います。予想します。そう。なので、いやー、ここどうしようと、こんなに変わっちゃって、そんなに難しいとこいっぱい入ってきておりません。なので、どうしよう、ここだけいっぱい頑張んなくちゃっていうところで、ここだけやりすぎちゃって、他がおろそかになってしまうと、それだけで、バランス崩れちゃいますから。なので、今までの、例えばテキストを、もうとか、参考書とかお持ちの方はですね、これ、捨てようとか思わなくてもいいと思います。今までのぜひ利用してください。そして、改定されたところですね、概要今回やりましたけど、もう少し踏み込んで詳しく解説する動画ちょっと作りますから。なので、そのあたり、作ってですね、皆さんに配信させていただきます。ぜひぜひ、利用したい方はですね、ご利用いただければなと思いますので、ただ、ごめんなさい。ちょっと時間かかりますので、その点ですね、また、配信させていただきますので、ぜひぜひ楽しみにしていただければなと思います。はい、ということで、ちょっとあまり長く喋ってるとですね、飽きちゃいますので、このあたり終わりにしようかなと思いますので、皆さん、ぜひ、今年の試験、合格できるように、頑張りましょうね。ということで、本日の動画はこれで終わりにしていきたいと思います。ということで、本日も皆さん見ていただきまして、誠にありがとうございました。